SKE48 大阪から来た弾丸娘斉藤真希子です。先月国の重要文化財に指定されることが発表された愛知県庁本庁舎。この県庁舎に気兼ねなく訪れることができる一大イベントが今月3日文化の日に開催されました。愛知県庁本庁舎は昭和13年に完成、それ以来76年の歴史を持つ建物です。愛知県ではそんな県政のシンボルを県民の皆さんにもっと親しみを持っていただきたいという思いで公開するイベントを実施しました。吹奏楽の演奏やダンスパフォーマンスなどが行われて盛り上がっていました。そして本庁舎公開イベントの目玉はやはり記事室や貴賓室など普段見ることができない部屋の一般公開です。はい、こちらが知事室になります。はい、どうぞ。ありがとうございます。失礼します。お、いつもここで大村知事が重要なお仕事をされてると思うとなんだか緊張します。こちらが貴賓室になります。はい、天井にはシャンデリア、そして壁には暖炉があります。上品ですね。昔の写真と全然変わらない。大切にしてきたんですね。すごい豪華な感じで歴史がとても感じられました。めったにないですから、ね、まずね見せてもらってよかったと思ってます。この歴史ある県庁の建築様式は定款様式といい、名古屋市役所本庁舎も同じ様式です。そして先月愛知県庁本庁舎は名古屋市役所本庁舎とともに国の重要文化財に指定されることが発表されました。まあ、この、ね、愛知県の本庁舎はですね、はい、定款様式という様式で、ね、はい、歴史優れたデザインとそして歴史的な価値、これを認められて、隣の名古屋市役所の、ね、本庁舎と合わせて国の重要文化財になりました。昭和になって建てられた建物でね、官庁の建物で国の重要文化財になったのは初めてなんです。ぜひこれからもね、これ県民市民の財産ですから、大事に使っていきたいというふうに思ってます。はい、本庁舎はとても重厚感のある建物でした。歴史の重みを実感します。